それでは市長定例記者会見を開始します。市長よろしくお願いします。はい、私からテレワーク応援セミナーの開催についてです。大阪市では多様で柔軟な働き方の実現に向けて ICT を活用し、場所や時間を有効に活用できるテレワークの普及促進のために、令和3年9月28日にテレワーク応援セミナー、新しい働き方ホップステップテレワークを開催をいたします。テレワークは企業等の従業員にとってコロナの感染リスクを低減だけではなくて、生活スタイルに応じた多様な働き方を可能とするとともに、家庭生活との両立などワークライフバランスの向上に効果的な働き方です。また企業にとってもコロナ禍を含む非常時の事業継続性の確保に加えて、多様な人材の活用によるダイバーシティ経営を可能とし、優秀な人材の確保と流出の防止につながるとともに、働き方改革による経営改善と生産性の向上に大変有効です。セミナーはテレワークの導入が一過性のものではなく、新しい働き方として浸透定着をし、多様で柔軟な働き方の創出へとつながるようにサポートする機会として開催をするもので、総務省が認定するテレワークの専門家による基調講演や企業の取り組み事例の紹介などにより、テレワークの運用上の課題や解決策を分かりやすく解説をいたします。企業経営者や人事担当者などテーマに興味のある方ならどなたでも無料で参加することができますので、ぜひお気軽にご参加をください。今後も男女ともに働きやすい職場づくりに取り組む企業の支援など、市民事業者の皆さんと一体となって男女共同参画社会の実現を目指してまいります。僕から以上です。それでは質問を受けします。必ずマイクを通しまして、社名と氏名をお名乗りの上ご質問をお願いします。質問は市政関連のみでお願いします。では幹事社の毎日新聞さんお願いします。毎日新聞の野田と申します。今回のこの応援セミナーの件ですけれども、コロナウイルスの感染拡大が繰り返される中で、いかに人の流れを減らすかも重要になってくると思います。今回のテレワーク応援セミナーを含めて、大阪市ではどのようにして企業に新しい働き方を呼びかけていくんでしょうか。このテレワークは人の流れを抑制するためには非常に有効な手段の一つと考えます。今回のテレワーク応援セミナーのように、今後も官と民が手を取り合って、ワークライフバランスの向上や働き方改革による経営改善などのメリットを企業にご理解いただけるように、広く働きかけをしながら新しい働き方の実現に向けた機運の醸成を図りたいと考えます。次の質問を受けします。関西テレビさん。関西テレビの稲垣と申します。よろしくお願いいたします。今日からですね、学級閉鎖の基準も厳しくなりまして、この休校の数も増えていってしまうと思うんですが、今日時点で伺うと、2割弱に当たる小中で76校が休校しているということで、一方でですね、その複数感染者や濃厚接触者が出て休校しているというところももちろんあるかとは思うんですが、疫学調査の調査待ちで休校しているという学校もあって、取材している学校ですと、例えば1週間近くその待ちの状況の休校が続いているところもありまして、その現状今市長どのようにお考えでしょうか。でもこれやっぱりこれだけ感染者が増える中で、保健所の業務っていうのも非常に過重になってきてます。でやはり子どもたちの、子どもたちの陽性者の中には、重篤な状況になっている児童生徒はいないんですけども、そこからやはり家庭に、ちょうど子育て世帯の保護者の方っていうのは30代40代、が主な年齢層ですので、それが家庭で広げないためにもちょっと大事をとって、学校での感染、体積というのはちょっと、厳しめに、判断しているというところです。で、保健所の体制もこれまで強化してきましたけども、何度も申し上げますけども、これ無尽蔵に人材があるわけではありません。もう全国で今そういう専門職というのは、取り合いになっているわけですから、
今、まあ、1000人、1日あたり1000人以上の患者がコロナ患者、陽性者が、まあ確認された体制で保健所もやってますけれども、なかなか、そのどうしても、まあ、スピード感持っての対応っていうのがちょっと難しい、事態も発生しています。ですから、まあ、子どもたちのみならず、一般でも非常に多くの感染患者がいるわけですから、まあ、そこは今保健所と、学校もさまざまな協議をしながらですね、学校でのこう追跡調査、疫学調査をなんとかもう少しスムーズにやれる今方策を保健所と、学校とで協議をしてもらっているところです。その点について、昨日自民党市民クラブの市議団の方々がですね、教育庁や健康局長、まあ、市長宛になるんですけれども、緊急要望という形で出されていて、まあ、その要望の中にあるのが、まあ、今区の保健福祉センターが、まあ、それぞれ学校の駅長の対応を立っていると思うんですが、まあ、そこを学校専属の駅長のチームを作って効率的にやっていくべきだというような内容がありましたが、その点についてはいかがでしょうか。もう自民党の提案なんで、もう1週間遅れですよ。提案するのはいいけど、保健所の今、保健センターの職員も今保健所業務のサポートに、随時回ってもらってるわけですから、自分たちで一度その専門職、保健師なり看護師なり一度ちょっと50人100人と自分たちで連れてきてもらえるんならね、いいと思いますけども、我々が精一杯人材を確保する中で今やってますから、まあ言われなくても分かってますよということです。自民党さんの要望とはちょっと別でですね、まあ、考え方としては今去年の12月頃からその各学校もですね、その濃厚接触者の調査の、まあ、叩き台のようなものがあって、各学校で、まあ、調べた上で、まあ、それを区の保健福祉センターが確認するっていうふうなフローだと思うんですけども、その、まあ、そこの区の方の業務の逼迫っていうところで、まあ、考え方としてはその学校の主体となる調査と、まあ、それに市教委が、まあ、責任というかバックアップをする形で保健福祉センターの判断を伴わずに、まあ、休校とか、解除ということを判断するというのも一つ選択肢としてはあり得ると思うんですけども、ここについてはいかがでしょうか。これは学校現場の教職員というのは感染症の専門家ではありませんから、やはり今回の感染症というのはその、ウイルス株、今はデルタ株ですけど、変異をしながら症状も違うし感染力も、変異して変わってくるわけですよ。やはり感染症をこう抑えていく、そして感染症から、命を守るためにはやっぱり専門家がの判断というのは僕はやっぱり重要だと思ってます。学校現場にそれは感染症専門家がいるんならそれやってもらいますけど、実際いないわけですから、やっぱりこれは子どもたちのこれ事実として何度も言いますけど、子どもたち児童生徒に重症になった事例はありません。しかしながら今回のこのデルタ株っていうのは感染力、子どもが学校で感染することで家庭に持ち帰るというそういう事例が出てきているわけですから、やはりこれはやっぱり感染症専門家の判断というのは重要だとこう考えます。最後にもう一点すみません、まあ、その濃厚接触者や、まあ、疑いがこう複数いる場合はおっしゃるようなこう専門性の判断というところもあると思うんですが、まあ、学校の調査で濃厚接触者が、まあ、いないという判断をしていてもやっぱり、まあ、区の、調査を待たないといけないというのがちょっと長引いていて、まあ、市長が先ほどおっしゃったその学校と、区の、まあ、連携というところで、まあ、人材に尽きるという点があるかと思いますが、そこの迅速化については、まあ、具体的にどのような検討がありますでしょうか。区長は各区の教育次長でもありますから、学校現場とはこの感染症対策以外にもこれまでも、教育次長として各区の区内の
学校とさまざまな協議連携はしてきていますから、その中で、できる限り子どもたちの負担、それから、その保護者のリスク、こういうものを軽減できるような対応を考えてもらいたいと思っています。次の質問をお受けします。はい、ございますでしょうか。毎日新聞さん。毎日新聞の野田と申します、うん、今の学校の関連なんですけれども、うん、その事実として児童生徒の重症化した事例がないということなんですが、これは大阪府内で出ていないということになるんでしょうか。うん、そういうふうに、大阪府の発表でも児童生徒で重症になったという事例は聞いておりません。以前に、高校生の、方が1名重症と発表されましたけども、現状をちょっと聞き取らせていただくと、症状は中等症1であったと。症状はで、大事をとって、重症の ICU にで の治療を、治療というか手当てをしたというふうに聞いています。だから実際には重症というような、状況ではなかったと、そういうふうには聞いてます。すみません、仮に全国的にですね、子どもの重症事例が出てきた場合に、大阪市の学校運営についてこう何か検討するという可能性はあるんでしょうか。いや、それはその重症事例が出てきた場合、なぜそうなったのかという、それ検証してからやっぱ判断をしていきます。その児童生徒で、でもの中でもやはり基礎疾患のあったりないう場合はそういうリスクは上がってくるわけですから、それは一人一人の状況、その児童生徒の体調だとか、それから基礎疾患があるだとか、個別の事情をやっぱりしっかり 見極めて判断をすることになると思います。次の質問をお受けします。はい、ございますでしょうか。関西テレビさん。関西テレビ稲垣と申します。学校の件なんですけれども、今保健所が濃厚接触者の認定をされた後に公費での PCR を受けるという流れだと思うんですが、国費負担か、大阪市独自の負担かっていうのはちょっと一旦置いといてなんですけども、感染者が出た場合に、調査がすぐ行われればいいとは思うんですが、なかなかそこに時間がかかっていて、例えばその1人でも感染者が出た場合に、その全生徒、児童生徒に対してもし PCR ができれば、保護者の方々は安心なのかなとは思うんですが、そこまでこう踏み切っていくっていうことはご検討ありますか。今の感染状況では PCR の、キャパシティというのも、今 PCR 検査のキャパシティを精一杯、回しながらやっている中ですから、全ての1人、各学校で1人出た場合、その学校の児童生徒全員に PCR を回すというような、ちょっと物理的にちょっと厳しいんじゃないかなと思います。PCR 検査もこれは、検査体制がいくらでも 無尽蔵にあるわけではありませんから、今 PCR 検査をやれるキャパシティの中で精一杯、この感染拡大のこの時期の中で、検査を、実施しているわけですから、これは優先順位でいくと、学校で1人が出たら 全生徒にするというような、ちょっと対応は厳しいと思います。次の質問を消します。はい、ございますでしょうか。朝日放送テレビさん。ABC テレビの大沼と申します。大阪府の方でもアストラゼネカの集団接種も今週始まりまして、大阪市も今2会場始まってまして、今後会場を増やす見込みなど、今市長の中でどのような検討されていますでしょうか。これは何度も言ってますが、ワクチンの量に合わせて今やってますんで、アストラゼネカ製であろうが、モデルナであろうが、ファイザーであろうが、さらに供給量を増やしていただくと
いうことになれば、我々は新たな会場も探し、そしてそれを担っていただく医療従事者のも対応したいと思いますが、今の現状でいくと、ワクチン供給量は限られているわけですから、まあ、供給されたワクチンに対して精一杯の、接種体制は整えているということです。次は質問を受けします。はい、ございますでしょうか。現在以上で終了いたします。ありがとうございました。読売新聞の梅本です、まあ、昨日夜にちょっと解散、総理が解散するんじゃないかという報道が巡りまして、まあ、結局先ほど総理の方が、まあ、解散はしないと、総裁選も先送りすることはないというふうなことをおっしゃいましたけれども、まあ、これに関する代表の受け止めというのをお願いします。いや、これまでこれ代表というより、まあ総理として、中央政府の総理とそれから地方自治体の首長としてね、地方政府としていろいろとコロナ対応策をさまざまやってきましたけども、もうこの間ずっと総理がおっしゃってるのは、もうとにかくコロナやと、コロナをなんとかするということをずっと聞いてましたし、カクテル療法についても絶えず、情報収集を、されてました。まあ、その我々はこのカクテル療法を全国の中でも、非常にスピード感を持ってまず重層でやってきましたので、重層の結果は全て、総理の方にも届けてきました。で、カクテル療法についても当初は、スピード感が非常になかったというのは、患者さんが、入院してから、その患者さんのが入院してから、カクテルを、その薬を創薬注文するような形で、入院からカクテルの治療を開始までに大体2日から3日タイムラグがあったと。で、これでは効果が非常に低いんで、我々とするともうそういう専門病院、コロナ対応病院についてはですね、病院内にある一定量ストックさせてほしいと。そういうことを政府にも総理に申し上げました。もう次の日にはその方向で動いていただきましたし、だから今全国でこのカクテルの創薬の、供給方法がらっと変わってきましたよ。で、外来でもできるようになりましたし、とにかくコロナ対策だということをずっとおっしゃってたんで、僕は、昨日の夜誰が言ったか知らないけど、今の状態の中で解散はそもそもないというふうには僕は思ってました。産経新聞、八田です。引き続いての衆院選に関することでお伺いするんですけれども、維新が発表している日本大改革プランでですね、この主要な政策としてベーシックインカムの導入だと思うんですけれども、これをめぐってですね、維新が生活保護を切るんじゃないかとかですね、そういった認識も広がっている中ではあるんですけれども、これについての受け止めは。生活保護をなくすわけではありません。ベーシックインカムのこれ実現にはいろいろとハードルありますよ。まず我々今すぐ政権取れるわけじゃないんで、でもこれはこれから人口減少、少子化、超高齢化社会でやっぱり逃げることのできない課題だと思ってます。日本を社会保障持続可能な制度にするためには、だから我々はまずは格差解消のためにと、それから、若い人たち、高齢者も含めてですけど、
格差解消と、チャレンジの機会を増やしていくためにこのベーシックインカムという一つの制度、これを一度、大議論をするためのやっぱり今回、プランを発表しているわけです。で、生活保護の、世帯、の生活保護そのものをなくすんではなくて、その生活保護の中のさまざまな項目の中で、生活、こうベーシックインカムがそれを買われるところがあるでしょうという話で、うん、逆に言うとでも、例えば、まあ、一人親世帯で、どうしても、まあこうなかなか働けない状況にあるそういう家庭でいくとね、子供たち、まあ、子供3人の世帯であれば、うん、これで約1人当たり6万円給付されますから、それにプラス、今我々は教育無償化ということも進めているわけですから、現状警察生活保護制度よりも、さらにそういう弱い人たち、厳しい人たちはさらに、こう給付額も増えるし、サポート、手厚いサポートになるとこういうふうに思ってます。ただやっぱりお金も振って湧いてるわけではありませんので、その分高額所得者の皆さんっていうのはこれは、社会保障というのは所得の再分配ですから、そういう方々はその税の、その税も設けた分の所得税の中でそういう財源は生み出していきたいと。ただこれは何度も言うようにこの制度を本気でやるんならこれはもう厚労省もそれから財務省、そういうこう官僚の組織をフル稼働して組織変えないと、制度変えないと、それは精緻な設計にはなりません。これは政党が政治家が集まってわーわー言って大きい方向性は示せるけども、一つ一つの、詳細の、その、制度そのものをこんな 政党の政治家の集まりがやれるわけではありませんから、これだけ の社会保障制度の大改革をやろうと思えばまずはこの方向性を定めて、そして政権にいろんな形で、こう影響力を持つ力ができたときに厚労省財務省のまあそれはもう、もう優秀な官僚をもう100人200人でこうやらせると、制度設計させると、まあ、そういうための今回そういうことを実施するためにプランを発表しているということです。で、まあ、立民とか共産とかだから言ってるけど、あれ我々が方向性示している中身のそういうこうこのプランの、まあ、提案書も読まずに言ってるんだろうなというのを僕は改めて感じました。で、自分たちもひょっとしたら格差解消というから自分たちもこうそういうふうなものを打ち出したいけど、彼らの組織の中にはやっぱりそういうこう、ことに反対している各種団体もいるからなかなかできないんじゃないかなというふうには思います。これ役所の再編も絡んできますから。